チェコスロバキア社会主義共和国は、1948年から1989年までの間存在したヨーロッパ東部の国家である。1948年のチェコスロバキア総選挙により、チェコスロバキア共産党が政権を獲得し、人民民主主義体制を取ったことにより誕生した。ただし、1960年までの国号は依然と、同じチェコスロバキア共和国であった。 社会主義共和国の国名が正式に使われるようになったのはそれ以降である。1989年のビロード革命により共産党一党独裁体制が崩壊して消滅した。チェコスロバキアの公用語のチェコ語とスロバキア語での正式名称の表記は1960年まではセスカスロベンスカリパブリカ、それ以降は セスカスロベンスカソーシャリスティカリパブリカであった。また、当時はチェコ語、スロバキア語を問わず、チェコスロバキアは、ハイフンなしの、セスカスロベンスコだった。1948年の、チェコスロバキア議会選挙において、チェコスロバキア共産党と、それが率いる、国民戦線が圧勝した。これにより、共産党初期長のクレメント・ゴットワルトが、 大統領に就任し、人民民主主義宣言を行い、事実上の共産党一党独裁体制を確立した。1960年には、社会主義憲法を採択、国号をチェコスロバキア社会主義共和国と解消した。1968年に、チェコスロバキア共産党第一書記に、アレクサンデル・ドゥプチェクがつくと、人間の顔をした。 社会主義と称して自由化政策が実行されていった。しかし、これを危険視した、ソレニア東欧諸国の指導部は、チェコスロバキアと、幾度の会談を重ねたが、結局軍事介入に踏み切ることになった。この軍事介入後ドゥプチェクは、辞任公認のグスターフ・フサーク第一初期の時代には、民主化政策は停滞し、正常化と呼ばれる時代に入ることとなる。 正常化体制では改革派の共産党員50万人が除名され、強権的な体制が敷かれた。しかしながら、プラハの春は、それ以前から存在したスロバキア地域の自治権要求に、さらに白車をかけ、1969年に施行された、チェコスロバキア連邦に関する基本法に基づき、連邦制が導入され、チェコ及び、モラビア地方に、 チェコ社会主義共和国、スロバキア地方に、スロバキア社会主義共和国が設置された。1980年代に入ると、ソ連のペレストロイカの影響で、チェコスロバキアにも民主化の機運が高まっていたが、フサークは相変わらず、反体制派とみなした国民を弾圧していった。1989年に、ハンガリーが、隣国オーストリアとの国境にある鉄条網を、 撤去した。これにより、東ドイツ国民は西ドイツへ行けるようになったが、そのためにはチェコスロバキアを経由する必要があった。これに対しチェコスロバキア政府は、東ドイツ国民を西ドイツに輸送することを決断した。ハンガリーに次チェコスロバキアも、鉄のカーテンの撤去に踏み込んだことにより、東ドイツでは、ベルリンの壁が、市民によって破壊された。 この一連の動きを知ったチェコスロバキアの反体制派の学生はデモを実施し、それがきっかけでビロード革命が起きた。この革命でチェコスロバキアは共産党一党独裁を放棄することとなった。チェコスロバキアはかつてのオーストリア・ハンガリー帝国時代に早くから産業革命が進み、1930年代には世界第7位の工業国であり、 1970年時点でも共産主義政権下にある東ヨーロッパ諸国の中で最も進んだ工業国であった。農業地域が中心を占めるスロバキアを除くと主な産業は工業である。金属、機械、自動車、鉄道車両、製鉄、繊維のほか著名なガラス工業が盛んであった。この他兵器製造、ビールを中心とした。 食品工業、ガラス以外の用業も確立していた。生産規模では、鉄鋼が最大である。経済相互援助会議加盟国であり、ソビエト連邦を中心とした、経済分業体制の中で、重工業製品の市場を、東欧圏で確保していた。しかし、性能やデザインなどで徐々に、西側諸国からの立ち遅れが隠せなくなり、 政治的配慮を必要としない真の国際競争力は失われていった。また、東側諸国の中でも保守的な共産党体制は徐々に悪化する経済状況への改革やハンガリーに比較して遅れた西側資本の導入へ効果的な対策を打てなかった。工業では燃料として使われるタンが東ヨーロッパ諸国内の3位を占めるだけであり、 エネルギー以外の工業原材料の6割を輸入に頼っていた。例えば石油はソビエト連邦からドルジーバパイプラインを利用して輸入していた。これは石油輸出国機構加盟国などによる国際的基準によりかなり低い価格に設定されておりチェコ経済の重要な機関となっていたが同時に経済面でもソビエト連邦へ複属することも意味していた。農業では 小麦を中心とした麦、砂糖大根、ジャガイモ、トウモロコシを中心とし、自給可能であった。貿易では、社会主義国同士の取引が最大ではあったが、貿易額の30%は非社会主義国が占めていた。主な輸入品は、燃料と工業原材料、ついで穀物、食料品。主な輸出品は、機械、石油化学によるガソリンやナフサ。 自動車、比較などである。ガラス工業は金額ベースでは少なかった。ただし国名はチェコスロバキア社会主義共和国のままである。この頃すでに戦車などの兵器開発と生産を自国で行えるほどにまで発達しているハットプリム社の時計、メオプタ社のカメラなど主孤だや、 サトラなどが有名 VZ58、VZ61、シーズ75などの消火キルイヤ、752mm 自走榴弾砲や RM-70 などの戦闘車両、L-39 アルバトロス高等練習機、プラスチック爆弾の一種である、セムテックスなどピルゼンでのピルスナービール生産や、ブドバルブランド。ありがとうございます。